先日購入したソニーのシネマライン FX3 です。今日で使い始めて3日目になります。まあ3日間いろいろ撮影に使ってて気がついたでまあいい点悪い点、まあいろいろ出てきたんですが、これから少しずつまたお話ししていこうかと思います。で、今日はちょっと気になった点一定先にお話ししておきます。まず、この FX3 の電源なんですけど、電源がこれなんですね、ここ。 横にこうスライド式になってるんですけど、この電源が非常に使いにくい。というのが、今撮影に使っているこの α7S3 の場合、電源ってね、ここにあるんですよね。ここをカチッとあればこう電源が入るというような仕様になっているんですけど、FX3 の場合はここに電源があることで片手で操作できなくなりました。 アルファ 7S3 の場合は、この握った右手の人差し指で電源をカチッと入れて、で、このあたりに録画ボタンがあるので、録画ボタン開始。で、撮影が終われば、録画ボタンをオフにして、電源を落とすっていうような、本当に片手だけでの撮影が可能だったのが、この FX3 は電源部がこっちに、 左の端側に移動してしまったために片手での録画っていうのが操作っていうのができなくなったのが非常に残念です。もうどうしててても電電源源入入れれるときは左手なななりでででやってからじゃないい撮影できないんですよねがっちりと構えて撮影するなら、まあ、特に電源問題って関係ないのかもしれないんですけど僕みたいに歩き取りしながら撮影するっていう場合は片手でだけの操作っていうのが非常に多くなります。 右手で持って電源入れて録画開始。で、録画停止して電源をオフにするというような片手だけの操作ができなくなったっていうのが非常に残念です。今のところ一番気になっているのはその電源ボタンの位置くらいですかね。基本アルファ 7S3 と中身は99%以上一緒なのであ、あとね、ボタンの配置、ボタンの配置がかなり変わっているので、 まあこのあたりはあのカスタムで設定し直してできるだけ α7S3 にえー近い配列に変えています。まあ、やっぱり時間の問題、慣れの問題ですね。で、今日はえとこいつの紹介やっておきます。ゼンハイザーの MK200、めちゃくちゃ気に入っているコンパクトなライブマイクなんですが、こいつの FX3 の設置方法と、あとこの α7S3 の設置方法、これの紹介やっておきます。 いろいろ試行錯誤で試したんですけど、ようやく気に入った設置方法見つかったのでえ、ご紹介したいと思います。外部マイクをカメラに設置するのは、こんな感じでホットシュー部分を利用して装着するっていうことが一般的だと思います。全然これでも問題ないんですけど、ただ、この場合、今はこれ前側にこう試行性があるような形で設置してますが、前側からこう自撮りしながら、 撮影するときは全然これで問題ないんですけど、僕のように、あまり自撮りせず後ろ側からこう喋りかける場合っていうのは、これ指向性今前に向いてるので、マイクの向きを後ろ側に変えなきゃダメなんですね。こんな感じで後ろ向きに変えてやって、撮影する。で、たまに自撮りしたいだとか、こう前側の音を取りたいときっていうのは、また一旦外して、付け替えて前側に向けてやらなきゃダメっていうのが、これが非常にめんどくさいです。どうにかもっと簡単に、こう、 くるっとマイクを前後に回せる方法がないかなっていうので、いろいろこう考えて試行錯誤をやってたんですけど、ようやくいいパーツ見つけました。前回の動画で少しだけ紹介した、こいつ、スモールリグのコールドシューマウントです。ぱっと見単なるコールドシューなんですが、これ裏側見てもらうと、こんな感じで三脚ネジ、四分の一ネジが取り付けられています。で、このね、内側から、 六角使って締め込むような形になるんですが、これのね、すごいところは、三脚ネジ固定しても、ちょうどね、ちょっとわかるかなここ、この円になってるんですけど、ここがね、ぐるぐると回ることで、このコールドシュー部分が360度、どちらの向きにも回すことが可能になります。これね、めっちゃ便利。FX3 の特徴でもあるんですが、 この軍艦部分、この上面部分に三脚穴が三つあります。これを利用して、こいつ取り付けしてやります。付属してくるこの六角を使って、もう締め込んでいくだけなんですけど、まあどうしても取り外しにはこの六角が必要になるんですが、多分ね、一回付けちゃうともう外すことないと思うんですよね。こんな感じでしっかりと取り付けしてやって、こんな感じ。 見た目もそんなに悪くない。よくできているのは、ここ。ちゃんとね、ロック機構があって、マイクとかを差し込んでも、ロックがかかって外れなくなってます。で、取り外ししてやるときは、ここにこうレバーがあるので、このレバーを下に押してやれば、ロックが外れて引き抜くことが可能になります。これね、すっげえ安心感ありますね。それではマイクを設置してみます。今、カチッと言って、こうロックが上がって、これ今、抜けなくなりました。 で、ちょっと締め込んで固定してやります。MKE200 をセットしてみました。こんな感じになります。めっちゃかっこよくないですか見た目も全然悪くない。で、向きを変えてやりたいときは、今これ前側向いてますけど、指向性後ろにしてやるときは、ここをくるっと回してやれば、これ360度回転するんですね。これめっちゃよくないですか で、また前に向けてやる。まあ、どうしてもあの、マイクケーブル、ケーブルがここに刺さってるので、ぐる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 回すことはできませんが、もう簡単に前後ろぐらいだったら向きを変えることが可能になります。マイクケーブルをつないでやるとこんな感じになります。黒い同じようなケーブルを用意したんですけど、まあ、黒も目立たなくて悪くないんですけど、なんとなく、この赤のケーブルの方が見た目めちゃめちゃかっこいいんですよね。 なのでしばらくはこの赤使ってみようかなと思います。で、後ろ側に向けたいときはこんな感じで回してやれば簡単に後ろを向かせることが可能です。これはね、FX3。まあでも FX3 にこの手のマイクをつける人自体がどれだけいるかちょっとわかんないですけど、というのが、もともとこの FX3 にはあのハンドルがついててハンドル上に立派なあのマイクを装着できるようになってるんですね。だから、 ショットガンマイク等を使う方の方が多いかもしれないんですけど、まあこういった感じで MK200 だとか小型のマイク設置する方はこういった使い方がもできますので、あ、あとね、これもちょっと付け加えとかなきゃダメなんですけど、FX3 の場合は、ここに三脚穴があるので、このコールドシューマウント使用できますが、一般的なカメラの場合はちょっと取り付け難しいですね。まあいろいろ変換かませてやればできないことないと思うんですけど、 まあそうしちゃうと、どうしてもね、ここのベース部分がこうでかくなっちゃうんで、見た目がすごくゴツゴツしてきて、あんまりおすすめできないかもしれませんね。なので、リグを組んでいる方が、FX3 限定になるかもしれないですね。ここからは FX3 にカメラを切り替えて撮影していきます。この α7S3 のように、軍艦部分に三脚穴がない場合は、 じゃあどうやってこの MK200 設置するかなんですけど、まあ小型のマイク設置するかというと、もう単純には、ここのホットシュー部分に、こんな感じでも単純に装着するっていうのが一般的だと思います。ただ、まあこれ好き嫌いの問題なんですけど、僕的にあんまりね、ここに外部マイク装着するっていうのは好きじゃないんですね。まあなぜ好きじゃないかというと、見た目があんまりかっこよくないからです。まあただ MK200 の場合って結構小型なんで、 そこまで気にする必要はないかと思うんですけど、ただやっぱりね、この EVF が盛り上がっているところにさらにこう盛り上がるような形になるので、あんまり好きじゃないんですよね。じゃあどうやって α7S3 にマイクを装着するかというと、本当にいろいろ試行錯誤したんですけど、ようやくいい方法を見つけたので、紹介しておきます。こいつを使います。これちょっと前の動画で紹介したウランジさんのブラケットになるんですが、 tt13 っていう商品になります。こいつ使ってマイクを設置していきます。で、もともとこのブラケットを、えー、前回紹介した時っていうのは、えー、確かね、ここに、えー、三脚のグリップ装着して、で、GoPro Hero 9をこっちにつけて、で、こっち側に多分ライト装着してたと思うんですけど、まあ、本来はそういった使い方するんですが、実はマイクを装着することも可能です。で、この方法自体は僕が考えたのではなくて、お友達の 忍さんっていう方が、えー、この方法やられてて、えー、真似させてもらいました、まあ。参考にさせてもらいました。で、さらにそれをちょっと今回改良していきます。忍さんがやられてたマイクの設置方法っていうのはね、こんな感じになります。このね、裏側、ちょっとね、これ変更してるんですけど、忍さん多分直接三脚穴にこのブラケット取り付けされてたと思うんですけど、ちょっと今一時的にクイックシュー間に噛ませて取り付けしています。 で本来は多分ね、直接つけてるんだと思うんですが、ちょっと変更して、今、クイック集つけて、えー、取り付けしてるんですが、まあ基本的な使い方同じです。こんな感じで装着してやって、このカメラのレンズの横の部分にこうマイクを設置してやる、装着してやるというような使い方です。で、このブラケットの面白いところは、これね、向き変えれるんですよね。こんな感じで。この向きを変えることで、前側の音を取ったり、まあ自撮りの、 自分の声を取ったりだとか、簡単に向きを変えれるので、これもね、すごい最初見た時に驚きました。この設置方法のいいところは、マイクの向きを前側にでも後ろ側にでも簡単に変えられるっていうところももちろんそうなんですけど、マイク部分がこのレンズの横に来ることで、目立たなくなるんですね。で本来は、この軍艦の上部分にこうマイクがこう設置っていうような形ですごくこう威圧感があるんですが、 本当レンズの横にこう並べて設置することであんまりね目立たなくなるんですね。これめちゃくちゃ良くないですか実際にこの方法で使用してみましたがめちゃくちゃ使いやすかったです。これ超おすすめ。ただ一点気になったのがね、ここなんですよね。この裏側。ここがどうしてもね、こんな感じでこう、まあ今クイックシューつけてるので当然ここ分厚くなるんですけど仮に直接ここにね、三脚穴にねじ込んだ場合、でここにさらにこう三脚穴、この ここね、ここに三脚穴があるので、ここにクイックシューをこう付けたすっていうやり方もあるんですけど、もう何段にもこう重ねてくると、ここがものすごくこう分厚くなって扱いにくくなるんですね。そこだけがちょっと気になりました。そこで今回いろいろ考えてパーツを組み合わせてどうにかできないかっていうことで出した答えがこれです。こういった形で、 クイックシューのプレートを使って直接ブラケットを固定してやりました。で、もともと付属していたこの、このネジ、このネジの厚み自体がもうすでに分厚いんですね。で、これを使わずに、このプレートを使うことで少しこスリム化できるようになりました。クイックシューを使うことで不要な時に簡単に取り外しできるようになりました。これめっちゃ便利じゃないですか。マイクが必要な時だけ装着してやる。 で、使い終わって不要な時は外してやるっていうような、まあこういった取り外しが簡単にできるシステムになりました。マイクケーブルをつなぐとこんな感じになります。まあ今回も赤色使ってみました。かっこいい。で、これ撮影する時もね、こう持つのにも全然邪魔にならないんですね。左手もちゃんと添えられるし、あとバリアングルなんですけど、バリアングルもね、特に問題ないですね。若干 若ここね、被るんですけど、どうしても全体的見たい場合、これもね、ちょっと面白くて、こんな感じでここ、伸ばすことができるんですね。向き変えてやれば、邪魔にならずに、え、ここの、バリアングル、液晶モニター確認することが可能になります。クイックシューのプレートを取り付けしてやることで、まあ、当然、ミニ三脚だとか、あと三脚類、グリップ関係も使うことができるので、これね、割れながらよく考えたなと、感心しています。 このマイクシステムですが、α7S3 だけではなくて、当然 FX3 にも装着可能です。裏側見てもらうと、共通のこのプレート装着しているので、ここにカチャンと、こんな感じで、スライドさせるだけで設置可能。まあ、どういったカメラにでも対応できるかと思います。一つだけ補足しておくと、このプレートを止めているこの4分の1のネジ、まあ三脚ネジなんですけど、 このネジを少し加工してやらないとダメなんですね。一応概要欄の方には購入したネジの種類リンク貼っておきますが、そのままでは使うことができないので注意してください。具体的にどういった加工をしているかというと、まあ、これが取り外ししたネジなんですが、これパッと見てわかるかなこれネジ山がね、3分の2ぐらいないんですね。この先端部分だけネジ山残して、あとは全部ヤスリで削ってます。 作業自体は非常に単純な作業でも削るだけなんですけど、このネジ山があるとね、うまく装着できないんですね。なので、もし同じような取り付け方法を考えられている方は、ちょっとね、こういった加工が必要になってくるので注意してください。まあ、ただ、作業自体は非常に簡単です。ただ、削るだけ。ネジ山を削っておかないと、こういったプレート取り付けするときにね、取り付けできないんですね。 まあ具体的にどういうことかというと、ネジ山を削ってないと、ここの枠の中でこうスライドすることができなくなっちゃうんですね。で、これスライドできなくなると、固定するときにネジが回らなくなります。まあちょっとやってみないと多分わからないかと思うんですけど、まあ、とにかく3分の2ぐらいのネジ山を飛ばしてやらないと、削ってやらないと、この方法できないので、注意してください。いかがだったでしょうか 最近はカメラで動画撮影するときに外部マイクを装着して撮影っていうスタイルがね、あんまりなかったんですけど、以前のパナソニックの G9 Pro なんかの時はね、外部マイク装着して撮影っていう機会多かったんですが、最近はこの α7S3 の内蔵マイクの音がなかなか良くて、外部マイク装着しなくても特に困ることなかったんですね。編集時にノイズキャンセルかけてやったりだとか、音声少し音調整してやれば、 まあまあいい音で撮れているので、あんまり外部マイクの必要性感じなかったんですけど、このゼンハイザーの MK200 が登場して、実際に使ってみて、その考えも少しね、変わってきた感じがします。やっぱり外部マイクあった方が音いいですよね。ただ運用方法だとか、まあスタイルなんかでも当然変わってくるかと思うんですけど、指向性のあるマイクの場合はどうしても向きっていうのが重要になってくるので、簡単にその向きを変えられるこういった 装着方法っていうのは非常に便利だと思います。もし外部マイクでいろいろ考えられている方の参考になれば幸いです。あと私事で非常に恐縮ですが、実は今日本日午前中に今までずっと目標にしていたチャンネル登録数5000を突破しました。本当に皆さんありがとうございます。 自分自身のこの YouTube のチャンネルが5000に到達するっていうのはね、なかなか想像できなかった時期もあったんですけど、やっぱりコツコツと日々更新していると見てくれている方いるんだなっていうのがすごくこう実感できています。まあ、ただ、うちの YouTube のチャンネルっていうのは僕の毎日の日記みたいなものなので、あんまり面白くないかと思うんですが、時折こういったカメラの紹介だとか、あとちょっとした工夫なんか、最近なんかジムニーの動画多いんですけど、 どなたかの少しでも参考になればいいなと思いながら日々更新していっています。まあ、次の目標は1万ですかね。あんまり数字自体を気にしても仕方ないんですけど、日々コツコツやっていけば、いつかまた1万到達できると思っていますので、ぜひ皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。 今週あたりはジムニー関係のパーツ届いたらいいなと思ってるんですけど、まだ全然発送の連絡もないのでどうなっていくかわかりませんが、届き次第またご紹介できたらと思っていますのでよろしくお願いします。それではまた。